お前の顔見たくねえだろ。さあ、行くぞ。これいるハンさん。はい。ハンさんの食べる。ハンさん今腹が上がる。5割ぐらい。だと思う。俺全然今2割ぐらいしかない。俺3個しか食べてないよ、まだ。今だ。もう肉いらんの？焼いたのか？あっ！何飲むの？飲むの？飲むの？どうした？えらい元気どうしてるように見えたら。なんかだんだん肉多くなってるやつ。ラーメン屋さんのラーメン。めっちゃ嬉しそうな顔するやん。美味しいって顔してるね。あ、うまい。だいまじゃないか。そういうこと。まだそんだけ食ってうまいと思える。どうしようか、死ねそうだったんすよ。なんか一個もがめっちゃあるかもしれない。あ、だって家の床雑巾で拭いたらせっくち拭いとったよ。フーってやったら止めてたんやな。うまそうやろ。3匹の小豚みたい。俺とヒロシとマーボ。でもこれはもうない。なんでこれになるんだ。一番飛ばなさそうで。一番どっしりしてて、ね、生クリーム生子も入ってる、この部屋ですか。デザートじゃない。僕のことは広しい。はい。バナナ。やっぱり。なんか弱っとらん財布なんか今。弱っとらんなんか。なんか
決まってますよ、ここら辺が終わってる。いいよ、マモ食ってくれるよ、デザート壊す、これ全部デザート食ってくれるじゃないです。いや、アイス待ってるよ。アイスですか。どん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 ぐらいのアイス。なんで、ニンニクすればいいの。ヒロシこれやるだから1個だけ食えばいいやん。まあいいや、まだ食べるの。でも肉は割と麻婆の方が少なくしとったから、こいつの方が 1.5 倍食っとる。ヒロシの方にいっぱい買っとった。麻婆かわいそうかな。見て見て、箸へ箸へ生クリームついたからね、今。なんかトッポギにさ、トッポギに生クリームをバーってかけたやつ流行ってるから、え、うまい、うまいらしい。トッポギ、うまそう。ちょっとまろやかなやつ。うどんでしょ。違う、トッポギだって。トッポギに生クリームでもトッポギを見えるんですよ、生クリームだけど。で、混ぜて、混ぜるとすごいまろやかなって。辛いのと甘いのがうまい。あ、もちと。うまそうやろ。この間見てなんか見せめらせてるの。あんこ。うまいわ。やっと味変だったよ。甘いの食べるとお腹膨らむんだじゃん。どうぞ。腕返してないの。その中にそのラタデココ入れたよ。入れたよ。おい、ナイスチキン。どれぐらいでしょ。あの子、これが手がつぎ、これ手がつぎ。ナイスチキンすごすぎだよ。これでこれぐらいでしょ。これ少ないな。これってあれやん、コーンスープ入れるやつ。これもすごい。それに感じて。違いますよ。台湾式になってます。台湾式になってます。コーンが入っとった。何でって思う。それお前オーナーって言ったやつやった。コーンが入っとった。これコーンとケチャップ、うん、ケチャップ。いや、すぐ覚えにくいです。ストロベリー味した。でもコーンの味もした。合わない。もう生クリーム好きって言って、そんだけなの。よかったね、なんか余計なもの入ってなくって、なんか入れられると思ったらいっぱいな。優しいね、まあ。じゃがいも。やばくないですか。例えば。で、これ麻婆。だから、コーン隠したの。生クリームもい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 。この後、今、ヒロシのこの企画。あ、無理か。めっちゃね、左腹が痛いんですよ。ちょっと待って、今腹なんの。今腹なんか、あれなんですけど、左腹が痛くて。左腹が痛いのかな。お下げたい。なんかいつものここに来る感がちょっと薄くもあるんですけど、ここが苦しいですよ。ペン出るやんか。ペン出るやんか。
トルとかいかないと思うけど、その包むにつれて行くって言わんのかなって思ってくるやん。まあ普通のチャレンジメニューよりきついですわ、うん、普通のチャレンジメニューは終わりあるんですけど、ここないんだ。腹いっぱい。それコーラ。